県と奈良市はきょう新たに160人の感染と2人の死亡が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは160人で居住地別では奈良市が35人柏市が20人生駒市が15人などとなっています現在の感染者の数は7127人でこのうち重症は2人です、また 柏市と大和高田市の80代男性2人の死亡が発表され、亡くなった人の累計は372人となりました。続いて、県内の病床使用率です。重症対応病床が6%、入院病床全体では9%となっています。